ご視聴ありがとうございます。とある日のお昼休みにとある工場さんの裁断場に伺ったところ、ちょうど中国から記事が入ってきたところで少しばかり拝見させていただきました。ズタ袋っていうのか、こんな袋で入ってくるそうです。中はビニール袋で包装されたカットソー生地が入ってます。遠い中国から船のコンテナに乗って運び込まれた生地、カットソー生地にしては結構重たい。別に中国の生地が悪いと言ってるわけじゃないですよ。で、生地にまつわる業界のお話。実際日本国内の裁断場で中国や韓国の生地を見かけることがあります。はっきり言って日本の生地とは違います。何がどう違うのか口では説明できませんが、いいか悪いかではなく触った感覚が違うのです。生地から中国生産をされている人に素朴な質問をしました。中国で作られた生地、日本のとは違いますよね。答えは、うん、違うよ。違うけどな。そこから違う人と会話が始まったので聞けませんでしたが、違うけどそこそこのものが安くてできる、そういった内容だったと想像します。まあ日本と海外の生地の素材感の違いは消費者の方がわからないレベルだと思いますが、メーカーさんが安さで生地の質を落としたとき、本当にそのブランドが好きな方なら、あ、生地が変わったと思うかもしれません。生地を作っている日本の工場も相当苦労されていると聞きます。日本の生地の染めの技術や網の技術は守ってほしいんです。ここの部分は日本人の感覚的な技術が詰まってる部分だと思っていますので、染色なんて微妙な世界みたいですよ。水が変わるだけで色が微妙に変わるそうですから、日本の環境でないと出ない色もあるんじゃないでしょうかね。お子さんがある服を着た時にかゆいと言われた時ありませんか？これは日本海外の生地関係なく、お子さんの肌とその服の生地の質感が合わないのかもしれませんね。今日はたまたま海外の生地を見かけましたので生地の話でした。お時間となりました。それではまた。